いくよワン、トゥー、ツリー、ゴー、トゥ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 ーみんなのアクシス足のてごゴそうろーシャキーンシャキーンシャキーンキ,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 キーンよし決まったぜ。じゃあね。 ケフはですね、雑学のお話でございます。えー、で、どんな雑学を今日話そうかなってちょっと考えたんですけれども、えー、食べ物について、うん、ソタはまあ雑学も結構。 知ってるんだけどそれよりもこう栄養学とかだったりとかのが詳しいから食べ物についての雑学をねちょっとね皆様にねこうお披露目したいなって思っております是非、えー、参考にしていただければ嬉しき次第でございます最後までご視聴よろしくお願いしますえー、ですね牛肉ってさ、あのー 安いい牛肉とかかっってすごいかったりすご硬たカチコチだったりするじゃない。で、まあ、大体さまあ日本人も柔らかい肉の方が好きなんだよね。うん、で、えー、アメリカ人の方は硬いお肉の方が好きだからあの和牛とかよりも結構こう赤身のお肉を好むらしい。うん、でも日本人はこうやっぱり高級な 松坂牛とかっていうのはやっぱりさ霜降りとかでさ脂身がこういっぱいついてる方が好きだったりするでしょそっちの方が高いし、うん、でそっちの方が食べたいって欲求がみんな強いじゃない、うん、でじゃあ安いお肉をどうやって柔らかくするか存在学をちょっとねお話ししましょううんえっとね紅茶 うん、紅茶とかね、えー、お茶で、えー、牛肉を煮ると柔らかくなります、うん、でちゃんとした理由があって、えー、紅茶とかお茶にはタンニンっていう成分が含まれておりますです例えばお酢とかもさ柔らかくするってよく言われるじゃないでもさお酢ってさちょっと匂いが強いからお酢味になっちゃうじゃない。 それって結構苦手な人も多いしお酢で食べるのっていうのはそんな毎日食べれるもんじゃないよねだから紅茶とかお茶だったらその,あの味がつくわけではないから柔らかくするのにそっちの方が適してますはいで牛肉のお話はじゃあここまでうんでじゃあ豚肉を柔らかくする方法これはですねえー、パパイヤとかパイナップルうんこれを一緒に 炒めたりすると、えー、かなり柔らかくジューシーになって美味しくなりますね、うん、つまり、えー、酢豚にパイナップルってみんな嫌いじゃん結構嫌いな方多いじゃない、うん、でもあれって実はリニかなって,って,て豚肉を美味しくするために入れてるんだよねだからあれは食べ物っていうよりも調味料として使われてるんですよ うん、酢豚のパイナップルは調味料なんだよね豚肉を美味しくするための、えー、具材として入れられてるのだからまあもったいないけど、うん、酢豚作る時にパイナップル入れて作った方が美味しいからそれで作ってそれが嫌いな人はパイナップルだけ取り除いて食べたらいいんじゃないそしたら美味しい酢豚が、うん、食べれますから、うん、それからですねレンニカなってると言ったら サンマに大根おろしって添えられてるよねあれにもねちゃんとした理由があるのちゃんとした理由があるんですよ、うん、あのですねサンマって油が結構多いの、うん、油が多い魚なのね、うん、だから油って消化によくないじゃない、うん、消化によくない 生姜にすごく時間がかかるし、油、えー、っこいもの食べると胃もたれとかしてするでしょしたことある方、結構多いと思うんですけれども。大根おろしと一緒に食べると、その胃もたれを防げるんです。で、なんでかっていうと、大根おろしには、その。油を、こう、うまく。あの消化する成分が多く含まれているから、大根おろしと一緒に食べると。 えー、いいから添えられてるんですよになってますね、はい、そして、えー、最後にちょっとさんまつながりなんですけれども焼き魚焼き魚ってさこうグリルとかで焼くのが一般的でしょフライパンであんまり作る人いないよねでグリルで焼く時にさこう表と裏とで焼くじゃない うんいい加減になったらこうひっくり返して、うん、やるじゃん。でその時にさあのー、見崩れしちゃうことってよくあるよね、うん、焼き魚が。でこの見崩れをさせない方法っていうのがあるんですよ。うん、これはですねえー、実はこう表をじゃあ温めます。で えー、そろそろ裏にひっくり返すなと思ったら一回火を止めて開けて冷めて冷ましてからひっくり返すともう身崩れ全然しないでひっくり返せますで、えー、それでうまく焼けば、えー、きれいな焼き魚ができるっていう寸法でございますよはいでちなみに、えー、焼き魚は表4部裏6部 と言われております。だから表は4分ぐらいに焼いて裏は6分で焼くとまあいいんじゃないでしょうか。うんそれが一番こう黒の料理人がうん、えー、推奨している焼き魚の作り方でございます。はい食べ物の雑学でございました。楽しんでいただけたら幸いでございます。では一緒にこれをやってください。